ばんは人間散歩、何月9月9月10日、ね、ちょっとだいぶ涼しくなってきましたけども、張り切ってやっていきたいと思います。本日のスペシャルゲスト、ゲストというかね、まあ、講師ですよね。今日はいろんなことを指南してくれはりますね。講師をお呼びしてますんで、ね、ちょっとあの有益な情報をみんなで聞いていきたいと思います。佐々木義行どうも皆さんどうもこんばんは。こんばんは、佐々木義行です。どうも皆さんご無沙汰してます。ご無沙汰ですか。ご無沙汰してます。ご無沙汰。僕はでもあの聞きここ以来、ああいや即興の森ちゃいますか。即興の森、聞きここ何月だっけ、はい、でもあれも5月ぐらいやんな。そうです、同じ月やったよね。そうです多分ね、5月以来、はい、で3ヶ月4ヶ月ぶりぐらい、ありがとうございます。本当にあの即興の森ですごい即興してくれました。いやもうあれもおもろかったですよね。なかなかあれはあれですごいですね。まあよかったです ね、いやいや、またね来年もありますんで、はい、吉田君の即興ぜひまた。じゃあありがとうございました。はい、早いですね。今日はね、はい、吉田君の、そうやね、あれ、集客講座を、集客講座、集客講座をちょっと聞かせてもらおうかな。それ僕が聞きたいですよ。吉田君の秘策を、集客講座ですか。もっと気になってるとこやから、どうやったら一人でも多くの方に来てもらえるかっていう、そこをね、なんかこうマル秘テクニックをちょっとね聞かせていただきたいんですよ。我々凡人は。僕に聞きます。いやいや聞きますよ。集客ですか。そんなんもう難しいのはね。でもなんかあるでしょ、とっておきの。いやあのね、僕は、うん、あのそらいろんなテクニックあると思いますよ。そらね、あのこまめに動画をね、それこそ上げたり宣伝をしたり、うんうん、それこそまあ僕がお世話になってた、うん、あのまあ楽器を始める頃に、うん、あのプロになったらこういうことせなあかんって言われたことはあるんですけど、やっぱりその丁寧に一人ずつ招待メールとありがとうございますメールと、で次あるんやったらこれとっていうのを一人ずつちゃんとやれっていうのはもちろん、うんうんうん、ね、言われて、師匠から言われた、師匠で、いや師匠ですか、師匠であったり、まあちょっと違う、あの方であったり言われたんですけど、うんうん、まあ、それはまあ一つですし、うん、で去年ぐらいですかね、実家に帰った時に、うん、あれですかね、父親にパッと言われたことがあって、お、なんやろ、なんすかね、やっぱり来るぞ来るぞ、来るぞ、やっぱもうこれはねスーパースターになるしかないと言われました。わ、うん、かります。そいろんな意味 で、 いろんな意味で、ね、やっぱり目立って、うん、あの人を見に行きたいっていう、うん、いうふうにならなあかんって言われて、ああそれはそうやなと思って、やっぱその演奏だけじゃなくて、やっぱそのね、うん、あの人に会いに行きたい、トークも含めて、その人自体にってことだよね。スーパースター、うん、スーパースターや。いやいや、人間磨きをしていかなあかんなと思って、こんにちは。大人結構深いよね。坊さんですか、ね。ええとこついてるよね。坊さんですか。お父さん、坊さんの。はい、え、嘘やん、坊さんの息子でございます。何なん、三男、僕は次男、次男、はい、継がなくてもよかった。兄と弟がもう坊さんしてます。はい、吉田君はでもその一応小さい頃から聞いてるから、はい、もう何でもいけるのね。もう今から般若心経でも今からいけるの。いや、やめておきましょう。25分ぐらいかかるなんでね、まあ、はい、まあ、スーパースターになるための努力を今されてるんだね。それはでも皆さんされてますもんね、うん、ミュージシャンたるものは、ね、みんななりたいよね。そうですよ、やっぱりなりたい。いや、みんななりたいと思いますよ。そうです、ね、スーパースターに。やっぱり目立ちたい、うん、聞いてほしい、うんうん、それはすごい思いますね。賄賂とかは、賄賂、あ、そんなんはない。手土産とかね。手土産とか、まあ、はい、まあ、まあ率直にミュージシャン、まあ、大物ミュージシャンですよね、はい、先輩のオーディション方に取り入れるためにこうなんかこう手土産の一つとか持って行ったりすることもあるの。もちろん、うん、手土産もですし、やっぱりちょっと大きなコンサートのお手伝いに行ったりだとか、うんうん、あ、まあ、ぼや的に行ったりだとか、うん、やっぱ自分のその勉強のためにも、うん、やっぱちょっとね、うん、
お世話になってるその自分以外のベーシストが入ってる、うん、カルテとかトリオとかだったら自分以外だとどういう風に変わるのかなとかって、うん、でこそり見たりとかは、まあ、勉強のために、はい、あったりします、ね、で、まあ、自分以外のベーシストを1人抹消2人抹消っていう形で、うん、これはそんな回なんですかそういうことは考えない考えないです考えないです、いやいや、まあ、もう全然そんなこと、すごい人ばっかりですよすごい人ばっかりですよ。でもこの間またベースのね、はい、大谷さんと三つむとやってたよね、はい、あれ面白そうやね、はい、あれまた、10月の、いいんですか宣伝もしても、もちろん10月の4日土曜日ですかね、土曜日、はい、また、高野山手のジングさんでまたやります。ええ、ね、響きなんでね、あそこで3人はもう濃くてですねいや、なんかおもろかった濃いですよ。でもあの指定関係、ね、はい、だから大谷さんのもんか、そうです、そうです、僕の方が年は溝川君よりは下なんですけどびっくりした、あ、はい、大谷さんより上かな思ってなんですけど僕の方が先に入ったので、うん、一応兄弟子になる、あ、兄弟子、はい、兄弟子、兄弟子、兄弟子、ね、そうなんです、で、3つの弟弟子、ね、弟弟子になるんです、ね、なるほど、はい、で、3人でやろうか、あれは大谷さんからやってみへんかっていう話、そうですね、まあお店のジングさんの意向もあったりで、うん、まあ初め何周年の時、1周年の時ですかね、ジングさんが、うん、それでなんかおもろいことやろうか言って、うん、3人でやって、今年だから4回目になるのかな、4回目、他ではやってないの、やってないんですよ、3回やって1年休んで、うん、で去年はなかったんで、うん、今年またっていう、うん、なるほど、そうそう、いや、そんなね佐々木義明くんのベーシスト人生もちょっと語ってもらわないとね、これね、やっぱりね、ちょっと一応人間散歩の趣旨はルーツを探るということなんで ね、そのワイロの話ばかりしててもあれやしね佐々木君の、そうなんです、僕ね、うん、よく聞かれるんですよ、あのコントラバス弾きの人って、うん、よくお客さんからな、うん、で始めたのってよく聞かれるんですよ、うん、こんな大きいの持ってくるのも、うん、ね、あれやし言って聞かれるんですけど、まあ、本当掘り下げていくとですね、うん、やっぱり幼少期からピアノをやってたと、ピアノ、ね、やってたんですけど、うん、まあ、物心ついた時からやっぱそのポップスの後ろで弾くような伴奏とかを弾いてたんですけど、うん、あの合唱部に入りまして、ピアノの後に合唱、ピアノの後というか、まあ、並行で合唱部に入って、うん、それで歌をね結構真剣にやってたんですよ、でそれこそ本当全国目指すぐらい、エンディングあるわ、クリスマスのライブの時歌ってたもんね、ほんまに、ね、僕歌えるんですよって歌ってた、ね、歌えるんですよまで言いましたか、すごいわこの人と思って、俺歌えるんですって自分で言うてきたわと思ってそうですね、歌えるんですいうか歌いたい、まあ、あのね豪華なメンバーやからちょっと、いやでもめちゃくちゃうまかったよね、俺それ覚えてるんですよ、うまいな、歌好きなんですよ、うん、俺はもうなんか、もう乾杯やなと思って、まあ、あれはやっぱ歌いたかったかな、だから、はい、そうです、はい、その合唱部やって結構本当に合宿とかもやって、うん、本当愛媛県のね、あの、うん、愛媛、実家は愛媛、あ、愛媛な、そうです、愛媛、もういっぱい愛媛の出身のミュージシャンいますけど、うん、あ、そうなんや、愛媛のね、あの、うん、とこ行ってたんですけどね、うん、そこで結構名のある強豪校でして、うん、その合唱と音楽が、うん、それでまあ自分から入りたいというよりかはやっぱその中学生のその思春期の、あの合唱部の男子っていうのは意外とやっぱ音楽マニアの子がポンポンポンとしかいなくて、うん、やっぱテナーとアル、あ、違う、バスとテノールを揃えないと大会出れないんですよ、うん、だからちょっとピアノかじってる子とかをサッカー部掛け持ちでちょっとやらへんみたいな感じでちょっと、うん、サッカー部と合唱部、はい、合唱部掛け持ちでやってたんですよ、で何人か入って、うん、で蹴るわ歌うわ忙しいな、もう蹴った後歌って蹴った後歌って、ね、そうなんですよ、それでやっぱりね、うん、あの好きになって、うん、でいろんなちゃんとした先生に習ったりいろいろしたんですけど、うん、やっぱりこうね、あ、まあ難しかったんですよ、やっぱハモリとかもちょっと専門的なことになってドーとミーとかやったら、まあ、ハモりやすい、うん、ドーミーソーとかドーとレーとかでハモってやすい、難しい、ね、難しい、中学生でそれぐらいの課題曲が結構難しかったりとか、うん、もう半音とか余裕であって、でなかなかやっぱりこれはすごいなっていう、やけどその合唱部のハーモニーのね、うん、強豪校とか強いんで、うん、
ああいうのバーって聞いた時に、ああすごい歌っていいなっていうのをすごい感じて、それで中学校卒業して、まあ、そこからやっぱバンドマンみたいなになって、うん、まあ、エレキベースなんですけどね、弾いて、まあ、その時合唱やってたんで、その時パンクロックが流行ってたんで、それパンクからそうです、あのやっぱりベースボーカルとかベースハモリとかやっぱり重要な、あのジョン・ウェイン・ドイッスルみたいな、いやー、あの洋楽というよりかはジャパニーズの、ジャパニーズのハイスタンダードとかがいっぱい来てた。あ、でも結構割と最近やね。最近ですね、そうです。がもうジャパニーズパンクみたいなのが出てきたんで、うん、まあ弾きながらこう歌ってハモリワーってやるようなのがちょっと好きな時期があって、うん、ずーっとそういうバンドはずっとやってたんですけど、うん、それなんでまた、いや、そこまだまだ続くんですよ。それで、うん、結構パンクの有名なあのバンドとかもね、裁判、うん、でちょっとやらせてもらったり、うん、結構あの周りの僕と一緒にやってた子なんかはもう結構メジャーデビューしたりとか、うん、すごいみんなこう切磋琢磨してこうやってた時代があって、うん、だけどやっぱ大阪に出てきて、大学がねこっちだったんで出てきて、でやっぱりそのパンク魂だけではなんかちょっと音楽の幅が狭いなっていう風にちょっとある時感じて、で大学でジャズ圏に入って、まあエレキやったんでファンクとか、うん、スティービーとか、うん、ああいう覚えてますわ、あの1回生の時にサーデューク弾いたんですよ。で、あのユーゾンとこね、あんなんパンクロック出てこないじゃないですか。パンクロックには出てこない。絶対出てこないんですよ。だからもうドゥンドゥンドゥ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 ンドゥドゥンドゥドゥドゥンしてたの。パンクロックであれはピックでピックでピックでやってました。こうやってました。ずっとピックで。で、あの指弾きのやつとかやっぱおったんですよ。あの対バン。もうないわとずっと思ってた。なんで指で弾いてんねんって。こっちやろ。今めっちゃヒット。今指ですよ。指でしか。大学でやっぱりもうみんなピックはもう軽音部。みんなバンバリバリ。高校生のノリを延長して、いやそっちじゃねえなと思ってそのジャズ系に。やっぱこうみんなこう結構ベースも上がってきて、ね、下からこう上がってきて、下から上に上がってきて、ほんでジャズベとかも買って、ほんで指弾きして、ほんでサーディークとかあのユニゾンを練習したり、ファンクとかジャコとか聴いて、でそれからですかね、なんかジャズのことがちょっと気になってきて、でやっぱあのドナリーあれでしょ、あのジャコのドナリーって、あれってもうベースだけで弾いてるから、ごめんなさいね、マニアックな話で。みんな知ってる、あ、知ってますかね、トルルトルルルルってね、あれ聞いた時に、なんじゃこれと思ったんですよ。それは、宇宙的というか、宇宙的というか、超絶的な感じ、いわゆるそのコードが鳴った状態でドナリーを聞いたことがなかった、だからチャーリーパーカーの後で聞いたらこんだけいい曲やんと思って、あれをベースだけでやるっていうとこの、あのトレーシーの肖像とか、あんなん聞いた時になんじゃこれと思って、そのベースだけのその可能性みたいなのをちょっとずつこうファンクとか R&B とかでずっとエレベやってたところからだんだんこうちょっとウッドベースってちょっとってなんかジャコからの流れで、ほんならそうちょっとなんか、やっぱりその時はもうバリバリのスラップやってたんで、もうマーカス・ミラー大好きっ子で、ずっともうバチ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 やってたんですけど、やっぱりそのマーカスとかもみんなやっぱりジャズを勉強してるじゃないですか。なあ、1年ぐらいなんかターンテーブルからレコード外されへんかったって言ってたよなマーカス・ミラー。あ、そうですよね。なあ、もう本当にマーカスとかのルーツを聞いたら、やっぱりもうめちゃめちゃジャズをね、勉強して、でなんか、マイルスとかのねバンドとかもやってたりとかして、でだんだんやっぱりその今までの貯金でずっとやってたエレキが、やっぱちょっとあの盾の未知なる楽器にちょっと憧れを、でいきなり買ったの、いやいや、そこでジャズ圏に置いてたんですよ、友達のやつ。ああ、それちょっとベンベラ弾いたりしてたんですけど、やっぱり弾き方も分かんないですよね、音作りからはもう独学やし、そのサークルによっては女の子にこうやでって教えてもらってもやっぱり人の楽器やし、こうなんかいう感じで、で豆もできるし、でも結構先輩がやっぱ教えてくれんやね、流れ的に。そうですね、やけど僕の当時おったジャズ圏っていうのはもうエレベ舞台ばっかりだったんで、ほんまそれはほんまそこに置いてるやつ弾く人あんまりおらんから、そうなんですよ。で4回生とか3回生とかになった時に、いやそれでもまあいったかな、まあ同期の子がちょっと弾いてたりとかで、やっぱまだこっちはさバリバリのエレキ弾いてて、だけどこっちでちょっと4ビートやってみたり、あのいわゆるね、あのオスピーのオスカー・ピーターソンとかのやつをこっちでちょっとやってみたりとかやってた時代があって、でここからなんですよ、ストーリーがあるんですよ。あの4回生の1年
4回戦の4月になるときに、うん、恋をした。恋は僕は常にしてましたけどね。あの、いよいよね、いよいよね。もう何それ言うの。恋はすごいしてました。すごいしてた。恋はもうそっち行くともう終わらなくなるんで。どれぐらいですか。ちょっと待って、ここカットできます。あ、カットするよ。いや恋とか言う。あ、そこはもうちょっとあの、ま、いやちょっと待って、うん、恋の話はちょっと一回置いといてください。あ、4回生のね、4回生の4月に、うん、まあ、いわゆるそのみんな就職活動とかね、うん、し始めるじゃないですか、うん、だけど僕がいた音楽学科 あのみんなはやっぱりどっちかっていうと、まあ、教員になる人か、うん、まあ普通一般就職するか、まあやっぱりその就活も遅いし、うん、やっぱり大学みんな満喫してる感じの方が多かったから、うん、いわゆるスタートもみんな遅かったし、でも4回なんても他の大学とかね、他の友達なんかみんなヒヤヒヤでもまだ決まってないような時期に僕らケーってやってたから、うん、なんかこう僕もなんかアクション起こさなあかんなと思って、ちょっと1ヶ月だけあのフランスに行ってきたんですよ、うん、でちょっと知り合いもいたっていうのもあって、でちょっと何も考えずにちょっと行ってみようと思って、初の一人で海外だっていうんで、そしたらですよ、フランス人のジェニファーちゃん、これちゃいますよ、ジェニファーって フランスっぽくないやん、知識がいやルノワールとかですか。いや違うんですよ、そこで あのそんなベタなんで、ベタなんいないですね。あのちょうどその知り合いの音楽やってはる人が、うん、今日なんかその日本人の会みたいなのするからっていうんで、うん、ちょっと夜ご飯食べにおいでよっていうことを言っていただいて、うん、行ったんですよ、うん、でそこに行ったら、うん、あのジャズトランペッターの沖井太郎さんっていう方が、うん、いてた、いてたんですよ、うん、で君や You は日本から来たので話をさせてもらって誰に You って言ってないで、でその大木さんに実は日本でこういうことやってて、うん、まあ、将来的にどういうふうに自分が人生ね歩んでいきたいか、うん、でも本当に何がしたいのって言ったら、うん、まあ、頭の半分ではちょっとウッドベースがちょっとやりたくて、うん、ちょっとでも、うん、そのウッドベースをやっぱりその他の隣の演奏学科っていうところではやっぱもうオケとかね、うん、もう僕の同級生とかももう専門で4年間バッチリやってますから、うん、みんなガンガン弾けるんですよ、うん、で一応練習室とかにもあって貸し出しできるんですけど、僕がいた音楽学科は、うん、ま、触れなかったんですよ、楽器が違って、うん、楽部が違ってた、なんでもう見てもこう指くわえて見てるだけやったんですよ。だけどそんなやっぱね恐れ多い楽器を始めるのが、しかも20、それこそね3か4そういう時にで、うん、ちょっとでも高額やし自分で買うにもとか、うん、でも4回生卒業してじゃあ就職するのかって言ったら、うん、何かやり残したことがあるんじゃないのかってすごいそんな話をしたんです、うんうん、ほんなら何やめっちゃ簡単やんみたいな、やったらいいねん帰ったらっつって、でそのウッドベースやる人って大体違う楽器通ってやることが多いって、うんうん、幼少期からやってるピアノというよりかはあの何かの楽器をした後に転向する人が多いよって経験上って言ってくださって、でそこ23、4とかで始めたらめちゃめちゃ早い方やでとか言って、エレキもやってたんだったら、うん、いい先生についたらそれすぐ弾けるようになるんじゃないかみたいなことを言われたんですよ。本当にそれがピーンときて、うん、で本当その夜がすごい忘れられなくて、うん、でまあいろんなフランスの、ね、バーとかライブ行った時、何で笑ったんですか。ごめん、その夜が忘れられなかった。フランスの夜が忘れられなかったんですね。やばい、ルノワールからですよ、ルノワールと、ジェニファーと。いや、ほいで帰ってきて、ほ、うんで、ちょっとウッドベースをちょっとね買いに行こう、買いに自分の楽器をちょっと買いたいな、うん、それ今使ってるやつ違うんですよ、それが今の前のやつなんですよ、うん、でそれをやっと手に入れて、それも師匠に一緒についてきてもらって、うん、でこれええんちゃうみたいな感じで触った楽器が、まあ自分もすごい弾きやすくて、うん、僕ちょっと手あんま大きくないんですけど、うん、まあちょっとあのこのボーンって大きいやつじゃなくて、師匠にでもそのついてきてもってっていうことはもう習いに行こうと思って師匠を決めてたのかな。あ、その4月行って、うん、その4月帰ってきて、うん、あ3月の末から4月ですかね、うん、でその時に師匠がその僕通ってた大学の講師で来はったんですよ。で来はって、うん、ウッドベースの先生来はったで、うん、みたいな感じでちょこちょこ僕も体験でちょっと見に行ったりとか、うん、でそれであのちょっと教えていただけないですかねみたいな感じで、腕がちっちゃい僕にもいけるかな言って、うん、
それがそうやったと思います。それで、うん、買って、うん、それでまあ就職とかいろいろあったんですけど、うん、まあひたすら弾く日々ですよね。やっぱり初めの胴を取る練習から取らないね、エレベート違うんで胴を取る練習、そう、もう音程がわからないわけですから、指板が。なるほど。あのね、あのバイオリンとかと一緒で、あとその印つけとくの、いや、それがね、僕も初め思ったんですよ、うん、あのジャズ犬のそのベースはやっぱ印があったんで、うん、プーンってこうすぐ行ったんですよ、うん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 、だけどやっぱりそんなの違うと、やっぱもう有名なね、うん、あのベーシスト見ても別に音だけで、うん、そうそうそう、うん、まあでもついてる人もいるんですけど、うん、まああれもまあ、ちょっとやっぱ引き合いなっていう感じ、いや、これあんまり電波として言うとね、あれですけど、まあ2曲化すると思います。2曲化、電波通す、あの2曲化すると思います。あれつけてる方がもちろんね、うん、安定するから、うん、音程いけるやん、決まるやん、うん、っていう人はつけはったりと思うし、うん、でエレキの人でウッドも持ち替えの人は大体つけてる人が多いんですよ。おー、なるほど。そうです、うん、でジャズやってる人はつけてない人が多くて、うん、クラシックのこれもまあ聞いた話なんですけど、うん、いわゆるコントラバスソロ言うても、うん、タタタタってもうすごい、すごいやつやん、すごいやつですよ、うわー、もうバイオリンみたいなとこまで行くような、うん、ああいうコントラバスの独奏っていうんですかね、うん、ああいう曲を、うん、あのやってる人から聞いたところによると、まあ、試験とかで音を外せないじゃないですか、うん、だから怖いところに鉛筆で音を書いてたりとかって聞いて、印で、あそこの音がどうしても取れられへんから、うん、鉛筆でちょっとそこ見てとかっていうのは聞いて、そうね、クラシックでそんなことしてあるんやっていうのは昔過去に聞きましたけど、吉田君はでも、ユミすごいもんね。いやいやいや、まだまだ全然ですよ、うん、そんな、いやほんまに、みんな言うてるで、みんな言うてる、佐々木義昭君のユミはすごいって。ダメですよ、ね、そんなダメですよ。いやいや、ダメじゃないですよ。いや吉江くんの指はほんまにすごいなと思うわ。いやいやいや、まだまだそれをもうね、承知しよう。あの指だけ持ってきてほしいな。今度。指だけ。いやでもこの、うん、なんですかね、そのやっぱりでも指もね、うん、まあ、始めたのちょっと遅かったんですけど。うんうんうん、なんかやっぱりその理想の音みたいな、うん、自分の中でなってるのがやっぱり幼少期にやってた歌とか、うん、ピアノとか、うん、あそことやっぱ精通してる感じはしますよ、ね、やっぱり生きてる生きてますね。 やっぱり鍵盤やってた時のとか、うん、やっぱりその別にオーケストラをねバンバン見に行ってたわけじゃないんですよ、うん、全然興味もなかったんですけど、やっぱりなんかあるんですよね、自分の理想。結構でもピアノ弾くもんね。鍵盤は好きで今もちょっと、うん、今習ったりして、ちょっと習ってるの。そうなんですよ、ちょっとまだでも最近行けてなくてすいません、師匠。テストだね。違います。これ言っていいのかな、フィリップ・ストレイ。違います。上田亮太さんです。あ、上田亮太さんですか、はい、ちょっとまずすみません、行けてなくて、ちょっとまた行けてないのかよって多分怒ってるの、亮太君。いや、いつでもええ時にって言ってくれるんだよ。ま、はい、どんなこと教えてくれるの。いや、それはでも言って、あ、それは言うたらわかんないよね。え、どうなんですか。いや、だから僕がわからないことを教えてもらってるんで、この、ここの音の積み方とか。すごい、でも、あの、りょうたくんの講座というか講義っていうのはね、もう面白いよね。素晴らしいです。僕ね、あんまりその内容分かれんねんけど、はい、彼が書いてる内容とか、たまにの動画とか見てたら、やっぱめちゃめちゃおもろいもんね。すごいですね。本当に、その辺、書き方も上手やし。はい、素晴らしいです。うん、頭のいい人です。いや、本当その理論とか、とか、まあそうです。やっぱそれをやっぱベースに生かしたいっていうのと、うん、やっぱ弾き語りライブ。弾き語りライブとかせんの？しないですよ。し？もう経験済みですもんね。いやいや、じゃあ俺はないんだけど。したら、歌は上手やし。ベース弾き語りですか？ピアノでも。ピアノでも。ベースも。こういうこともできるのか。これ弾けてないですよ。これ押さえるだけで。ギターでいうなんかピク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 っていうやつあるよ。こうやって。こうやって。ドゥンドゥン。じゃあピクピクドゥンガン。なんかいろいろできそうやね。いや、まあそうですけど。あ、ちょっと話脱線しましたけど、その。脱線したんや。いや、あの、そうですよ。その、で、うん、フットベースを習い始めて、うん、あれ、終わってたんか。まあ、フットベース習い始めて、まあそこそこ、ええ感じで僕できてますよっていうところまでは行ったよ、今。あ、そっか、うん、あ、それで
うん、言わせてもらいたかったのが、うん、そのきっかけをいただいたその沖田さんが最近ちょっと、うん、っていう話を聞いて、そうなの、あの僕の近くのミュージシャンの方は何人か、うん、あの一緒にやられたりとか、うん、あの方知ってんのレジェンドやでよかったね、うん、あえてとか言ってくださって、周りからだからもう二十何かもう何十何年前なんですけど、うん、まあたまにこっちに帰ってきはるって話を聞いてたんで、うん、でちょっと仲のいい方がいて、もし日本に帰ってくることあったらいつでも言ってくださいって言って、うん、僕もう多分覚えてないと思うけど、うんうん、絶対会いに来てそれで今もコンダボス弾いてるんですよって言おうと思ってたんですよ。あ、その言いたかったね。そうなんですよ。でその訃報を聞いたのが本当最近なんですよね、うん、なんかネットで見て、うん、ああと思って、その名前一回しか会ったことないし、うん、僕実はプレーも聞いたことないんですよ、うん、その時にちょっと酔っ払ってバーって吹いてはったぐらいで、うん、ギグがどうとかっていうのも全然聞いたことなくて、うん、音源も聞いたことで、向こうはフランスでずっと住んではった人なんで、うん、なんかいつかお会いしたいなと思ってて、ちょっと残念なっていう、なんかずっとここに引っかかってるんちゃう。そうですね、でも一回しかお会いしたことないし、なんかねへーとか言われてもいいかなと思って、再会しに行った方がいいけど誰や君誰やって。でもなんかその人の人生をこう変えるのって、うん、やっぱりね、言葉の何気ない、誰かの何気ない一言やったりするじゃないですか、うんうん、 ね、 そ、 ね、それこそ行動であったり、うん、だからちょっと話また変わりますけど、うん、僕本当なんかいらんこと言っちゃうから、いらんこと言っちゃい、言っちゃうんですよ、消すから後で。いやその今言うというよりかは、うん、まあその話の中でこうね、ついあまた言ってしまったっていうのがあるから、めっちゃ気をつけてるんですよ。やばいと思った、合図を送れたの、チンコ、チンコ、消すから、おなら、いやいや、そういう、いや、そういうちょっと低い話ではなくて、すいませんね、そういう、申し訳ないです、隠語ではなくて、それじゃなくて、こう、うん、ね、言葉っていうのは、うん、あの、あれかなと思って、時にはね、狂気にもなるじゃないですか。なりますね、はい、なるし、ね、そうなんですよ。うん、あの刺した傷は治るけど言葉の傷は治らない、うん、かっこいいね。それでモテようとしてまた近くのスナックへ行くんやね。そう、ジェシカを探しに。ジェシカちゃんはジェニーはや、間違えんといて、ジェニーは言うてましたやんか、さっきジェシカって誰ですか。ジェシカって気強そうやね、バシッムチ打たれそうなんだよね。これついてますわ、どれがクーラー、はい、つけていいですか。つけておこうか。ちょっと喋っといてよ、はい、どうも、佐々木俊明です。これ今もう27分も今喋って、これはね、ついに私、あの念願の人間散歩に出演することができて本当に感無量でございます。もうね、出演された皆さんがもう本当にあの関西のそうそうたるメンバーの中にですね、私もこう入らせていただいて、おっと、それではここでドラムソロください。キャラバン。あーた。じゃやらないですか。よしゃくんそれは。ジオですねこれ。うん、よしゃくんとね、ボーカルディオやりたいな。ボーカルディオ。うん。ボーカルディオしようや。また二人で3時間歌うね。楽器使わんと。また何を言ってるんですか。おもろいで絶対。いや。おもろいですけど、おもろいと思う。おもろいけどやりたないっていうやつ。いや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 、じゃあのね、うん、いやあんまり言うとほんまに鈴木さん聞こえちゃうから。いや歌ね、ほんま好きなんですよ。でも、うん、あのなありますやん、コンプレックスみたいな。ね、コンプレックス。ありません？その自分のそれないですか？ないね。ないんですか？うん、最強ですね。コンプレックスはでもないよな。いや歌はめちゃめちゃ好きなんですよ。うん、の本当に今日も。うん、車の中でずっとヒゲダン歌ってました、うん、まあ、もうめちゃめちゃ、しかもコードとかもう、あ、そうそうそれとか思いながらめっちゃ歌ってたんですけど、うん、やっぱね、歌上手い人とかもうやっぱね、いつも聞かせてもらってるでしょ、うん、だからもうね、自分が歌うのは好きやけど、うん、自分が下手なのは知ってるんで。下手じゃないやん。いやいやいや、それが多分もうあれなんですよ。もうほんま歌好きやって歌ずっとやってると思うんですけど、うん、やっぱもう自分の声とか、うん、自分のそのなんか、え、合唱部で日本レベルをやったんでしょ。いや、前から目指していきましたよ、ね、うん、四国、あの愛媛県代表になって、うん、四国になって全国目指して、うん、全国大会は行ったのかな、行ってないのかな行ってないと思った行ってないな。いや、西日本で、うん、あの4位やったんですよ、確か。で、3位までが全国行けたんです。で、僕らの代だけ行けなかった、確か、うん、
ちょっとだけちょっと残念やったね。残念でした。そこ全国、うん、でも そこまで行ってた合唱部の部長がやっぱりね、やっぱり歌ったらそういうことになると思うね。部長？いや部長じゃなかった。違う。だからサッカー部兼言ってますよ。サッカー部と掛け持ちしながら合唱部も部長やったんや。いや部長ではないです。部長って言うとった俺。違う、部長と付き合ってました。部長と付き合ってたんやつで。部長と部室で部室で部室で部長してました。そんだけですか。そうですね。中学生です。絶対そんなんで終われへんやんな。でもいえいえ部室で人間散歩そんなとこまで来ますか。教えてほしいの。すごいな、偉い。こんな感じ。いやいや、そこもいいじゃないですか。部室にはベンチがあるやん、絶対。ベンチっすか。ベンチはないっすよ。なあったやろ。ベンチ。やばい。ないとか言うてる。人間散歩これやばい。これはこんな奥深いですね。うん、でもあと消すか。あ、消すんですか。ここはもうカットしてる。ここはカットですか。いやでもね、何の話だったかな。いやいや、だからまあそのジェシカの話。ジェシカの話ですよ。まあだからいろいろやっぱルーツはね、うん、あってこういろいろ繋がるなっていう。ルーツの話じゃなくて、俺とのボーカルデュオの話。逃げよう思ったんですよ。ボーカルデュオって例えば何歌うんですか。いやそんなん別に思いつき歌ってええやん。え、それを誰に弾いてもらうんですか。弾くへんやんか。え、俺ら二人で歌ってた。俺伴奏するし、声で俺歌ったら伴奏してくれた。ただの酔っ払いじゃないですか。いやでもね、はい、絶対いい感じだろ。これはオールウェイズとかでやるんですか。オールウェイズ、オールウェイズも多分やらせてくれるもんな。いやいやいや、どこでもできるんじゃん。楽器がいらへんし。怖いです。やろ。何を言いますんですか。ちょっと一回リハ入りますか。リハなんかせえへんで。リハなんか絶対せえへんで。また火曜日19時から入れて。梅田246で。梅田246で4時間リハ。そうそうそう。第2火曜と第4火曜で言って。すごいな。すごい。リハする価値があるんだな。やばいですね。まあでもリハしてね、皆さんにお届けできる日はもう間もなくやってくると思いますので、ね。怖い怖い、もう怖い怖い。いやそれより僕ちょっとあれですわ、あの、うん、あれです、なんか何あのエレキちょっと弾きたい。あ、エレキ買ってたもんね。そうなんですよ、エレキをちょっと。あれから弾いてんのよ。あのちょっとちょろちょろやってる。あ、やってます。あ、ライブで結構なら何回か。そうです。あのね、本当3月に実は全編エレベのライブを企画してたんですよ、うんうん、それこそあの飛んじゃったのね。そうなんですよ、あれとかです、カシオペアとか。おうおう、あの辺の結構バリバリのスラップの、うんうんうん、結構もうガチゴリに練習してたんですけど、うんうんうん、コロナで飛んじゃって。もうでもできるんちゃう。もちろん。そうですね、やっぱでも、うん、そのライブはちょっとなんか集客を結構みんなバーンってやるようなやつやったんで、うんうん、僕主催じゃなかったんで、うん、ちょっとまだ様子見てる感じですけど、まあこれエルベやりたいなと思ってます。エルベね、ぜひぜひ。ほんまにみんな、ね、うまいですけど、僕もちょっと演技やりたいなと思って。いや、うまいやん。僕やっぱ楽しいなって思いました。自粛でやっぱエレベ弾いてたら、でやっぱあのファンクとかも好きなんですけど、やっぱポップスとか好きなんやなって。歌番のベース好きやなと思って。歌番好きなの。そうですね、歌番好きやし、自分もやっぱりジャズやってても、ね、またそれ歌おう。自分もまあ 歌うし、まあ、歌うし、歌うし、まあベースで歌うし、ね、歌番のワンソー好きやなと思います。まあ、ポポスもやろうよ、また、ね。いや、はい、お願いします。ね、やっぱ、そうなってね。楽しいのがいっぱいありそうやしね。うん、やっぱ歌っすね。結局やっぱ歌っすよ。歌ですよ。やっぱりね、歌いましょう。歌いましょう。二人で、がっつり。ね。車の中の大合唱してますわ。大合唱。大合唱。誰と。ああ、まあ子供とか、あの嫁とか。子供さん3人。はい。もうみんなやっぱりだいぶ歌うんじゃ。ああ、めっちゃ歌いますね。もう最近3世でハマってます。うん、はい。野山行って。いやいや、車の中でパパ声出しとくから。え、家外出たらめっちゃ歌える。まあ歌いますけど、外でなんか3世でハモったらおかしいでしょ。人おらへんやろ。いやいや、いますいます。吉江君の周り人おらんのか。どんなこんな山のこんなとこ住んでるんですか。そんなとこ言うとったやん。いやいや、まあまあ、いやそんなハイジのブランコはないですよ、こんな。え、あんま、そんな草原の上にちょっと立ってるのに。そんな、僕それコントラスト持って登ってるんですよ、こうやって。いや、駅から2時間押すとか言うとったやん。え、駅から2時間ぐらい。2時間ちゃいます、20分ですよ。2時間と20分全然ちゃいますよ。ね、2時間あったらもう。俺2時間で聞いたらすごいかわいそうやなと思って。いやいや、それはやばいですね。行くまで2時間でしょ、うん、電車乗って1時間でしょ。どんだけ遠く、駅から家まで2時間やから20分
でも汗だくですよ。汗だくです。もう今も冬もです。でもだから鍛えてるからいつも。あ、最近ちょっとこれを始めました。何？おしくら。いやじゃなくてあのダンベルを。あ、ダンベル体操。ダンベル体操をして。なんで？あのフェイスブックにあのジェシカのために筋トレ部があるんですよ。あ、あるある。はい、あの月ちゃんとかなるみちゃんがやってそこ入らせてもらったんですよね。スギちゃんとナルミちゃんと誰がいるの？高野さんですよ。大先生ですよ。高野君おんの？そうですよ。大先生の、うん、あのプランクをね見て、うん、僕プランクのことプランクって書いちゃって、うん、あクランプって書いちゃって、あクランプね、はい、だから僕クランプ佐々木いう名前やってるんですけどそれみんなで部屋に集まってやんの？いやいやいや、もうリモートです。で皆さんがそれぞれが、うん、もう今日はコロナあげたみたいなのを書いてあって、うん、でまあそれと参考をちょっと家で試したとか。え、なんか体育館かなんか借りてやってなかった？あ、僕はちょっとまだペーペーなんでまだ行けてないんですよペーペー言うても一番体力あるんじゃん。いやいや、あでも走ってはいます、うんうん、もうめちゃめちゃ。そうやん、あれ大阪城走ろ会みたいなやつ。あ、それも、はい、ちょっと最近またコロナでね、うん、できなかったってずっと。え、あれ走るのは全然大丈夫なんちゃうの？いや、やっぱりね、こうなんかこう透明なやつちょっとつけて、ああまあちょっと近々またやろうって話はしてるんですけど、うん、まあ一時期集まった時はほんと十何人とか。すごいね。それこそ小柳純子さんも2回ぐらい行ってたよね。2回も行ってたの？そうそう、あの頑張れって最後あの24時間テレビの最後のゴールみたいになってましたけど、頑張れとか言って。いや、すごい面白い ね、はい、ね。あれもね、ランニングまたいずれし、やっぱでも鍛えるっていうよりかは、うん、その走ったりするあの時間っていうのが、うん、やっぱりなんすか、音源聞いたりとか、うん、僕じっとしてられない人なんで、音源聞いてこうずっと譜面っていうよりかはそれを覚えるときにちょっと走ったりとか、やっぱその程度ですけど、うんうんうん、でもガチで走り込むときはそういう期間じっとしときたくない。じっとするときはじっとしてるんですよ、ね。寝つきはいいの？僕ね、もう伸びたくんなんですよ。どういうこと？いやもう伸びたく7秒で寝ますね。あ、布団行ったら、つぶった極限まで疲れさすんで体は、うん、もうで、朝もスッと起きる。そうですね、もう4時間ぐらいで。あんま、俺一緒やわ。そうです、もう朝もう同じタイプやな、パッと起きて、うん、その代わり昼ちょっとね、眠なるんで一緒や。そうですね、ちょっと10分とかね、そう15分とか、ポッポッと飯食ったら眠なるやん。あ、分かります。夜もだんだんちょっと早なってきて、吉田君今45ぐらい？え、年ですか？年38です。うせえろ。ほんまですよ。正直に38です。38になりました。え、38になりました。ごめん、45言うてもらって。いえいえ、ほんま38な。はい、38。ちょっと若すぎへん？全然そんなことないですよ。もう38も85も一緒ですよ。45じゃないの？違いますよ。45って誰丈夫ですか？45ぐらいじゃんと思っとく。いやいや、まあでも38と45は四捨五入して一緒ですか？まあ一緒やな。言っちゃうわ。40。あ、まあ四捨五入とか考えても大体一緒。50以下が一緒ですよ。そうそう。もう40代も30代も一緒やな。一緒ですね。50以上と50以下。じゃあまだそんな夜は早く眠ならへんよね、多分。まあでも早く寝る、子供とかと寝るときは寝ますけど、うん、だからね、子供と一緒に寝れて寝落ちするときが一番めんどくさいんですよ。いわゆる例えば今寝るでしょ、うん、まあ、今9時なんですけど、うん、まあ、大体4時間とかで起きる男なんで、うん、今寝ちゃうとね、1時に起きちゃうんですよ。そうなんですよ。そこは寝られない。寝れないですよ。だから寝ようと思ったら酒飲むしかないし、もうここから活動しようと思ったらそこから。あ、そこはだから俺ちゃうわ。寝るんですか？俺もこの9時に寝たら朝も5時まで寝るで。あ、ほんまですか？ノンストップで。いや、起きちゃうんですよね、21時とかで。よっしゃーって朝まで4時間あるぞって、そこからちょっと言いたいと。あ、でもだからプロのミュージシャンはだからそうやってそこで時間使えるもんね。まあ、起きたらね。そうかな。やっぱ子育てしてるのもあって、うん、まあね、やっぱ家帰ったらそっちに行っちゃうから、うん、まあ朝かな、やるとしたら。うん、そうですね。なんかあの子供が起きてたらやっぱそっちにね、そう全部こう注力してまうもんね。あの、どんだけ頑張ってもね、弾けないことが分かったんですよ、やっぱ子育てしてたら。うん、もう子供がおるときに何か譜面を書いたり、うん、アレンジは絶対できない。無理。もう諦める。だからもう、寝かしつけて起きてきてやるのも無理、うん、だからもう寝る、うん、そう寝る無理。もうあのね、一人になる時間をいかに作り出すか。そうですね。で、早う小学校も早いけ早いけ、いやいやいや、バタンガチンガチンつってガチャッつって鍵閉めて、鍵閉めて、うらっ鍵閉めて何すんの？いや、それでもうあれですよ、ジェニファーに。ジェニファーちゃう、ジェシカマスターどうぞ。いいんすかこれ。切るんでしょ？あ、切った今切るんすか？もう切った。あ、切ってるんすか？ほんなら怖いわ。
あてかつけましたクーラー。クーラーあ切れてるわ。そうでしょ。ついてないでしょ。まあいやもうぼちぼち終わりやから。あ終わりですか。でもねもう40分でこれは結構長い方のボールに入るんでね。すいません本当に。いやいやじゃあでもなんか、まあ宣伝でも今年の抱負でも。最後にビシッと締めてもらって俺が佐々木よしあきだというところをスカッと見せてもらって終わりましょうか。そしたらジェニファーへの誰や恋文を読むとか。いや、うん、いやもうこの逆境ですね。逆境このね、うん、こういう状況なんで、うん、なんとかこう、ね、こう自分の汗だくになって汗だく走って鍛えてちょっとなんとか乗り切ってまたね、うん、パワーアップしたいなっていうのと、うん、あれですかね、そんなもんですかね。そんなもん。あ、じゃ あの弟の坊さんに教えてもらってね、いい言葉を言うと。言葉一つこれ聞きたかったみんな。人生には3つの坂がある。上り坂。下り坂。そしてまさかです。弟にお饅頭を送るわ。中山寺に送ってください。あ、中山寺に。そうなんですよ。テラリウムがありますわ。そう。そのまさかが人間が問われると。何が起こるか分からん、ね、このまさかで、うん、やっぱり動じない強靭な。うん、精神と体で仕事ですね。ここを鍛えて頑張ります。どんなことが起こっても取り切っていきましょう。これあのクリスマスの時のあれですね、うん、なんかあれカッチに歌った時のあれですね。我々カッチみたい、はい、また今年も頑張りたいと思います、ねはい、クリスマスありますからね。またねクリスマスありますね、はい、またよろしくお願いします。ありがとうございます。今日はオンベース、集客名人その話薄めたもん佐々木芳明君でした。ありがとうございました。